皆さんこんにちは、しほです。今日はとっても久しぶりドラッグストア購入品をやりたいと思います。年末に来年どんな動画が見たいですかっていうアンケートを取らせていただいたところ、ドラッグストア購入品が少なかったので見たいですっていうリクエストをいただきました。ドラッグストアでの買い物をやめたわけではなく、ドラッグストアではなく結構ね、楽天24っていうお店でまとめ買いをすることが多くなってしまって、なかなかドラッグストアボンってなんか単体で動画を作れるほど買い物をしていなかったんですけど、ちょっとドラッグストアで買ったものと、年末にあった大感謝祭と1月の頭にあったお買い物マラソンとかで買ったものがね、何点か家に届いたので、こちらをねご紹介していきたいと思います。今回は結構いろいろ買ったんですけど、消耗品からコスメもね何点か買いました。でコスメに関してはちょうど今ねちょっとレブロンさんからギフティングでコスメをいただいたので、ちょっとコスメの方も盛りだくさん、あとは、普段使っている消耗品の収納とか使用方法などなど、ちょっとたっぷり盛りだくさんな使用シーンを含めた動画にしていきたいと思います。ここにあるものは何回もリピしているもので、気に入りの生活用品になるので、ぜひ参考になったら嬉しいです。今年もこういった購入品とか使用動画たくさん出していきたいと思います。参考になったら嬉しいです。それではスタート。はい、では早速ご紹介していきます。はい、まず一つ目はこちら、エルモアピコ長さ2倍巻き2枚重ね 50m の12ロール入りのトイレットペーパーを購入しました。で、私はこのロールの数がたくさん増えてしまうのが収納するときにすごく嫌なので、割とこういう2倍巻きのものを買うことが多いです。はい、そしてトイレ続きでもう一つで、ここね開けちゃってて、もうすでに1個出して使ってるんですけど、何度もリピートしています。トイレの消臭源パルファムノアールです。もう私のねドラッグストア購入品見てる人久しぶりに見ましたよね。これは相変わらずリピートしていて、楽天24のお店でまとめて買うと割と安く買えるので、あとポイントもね貯まるので、私はここで最近はこんな感じで6本ですかね、1本使ってるんですけど、まとめ買いをしています。はい、続いてはこちらです。もう何度も登場しています。じゃじゃん、こちらのケアセラの詰め替え用になります。ボディウォッシュです。これが大好きでずっと使っているんですが、今回は楽天24ではなく別のお店で見つけて購入したものになります。すっごく安かったんですよ。でこちらがノーマルタイプのもので、こっちがですねボタニカルフラワーの香りですね。こちらです。こちらの方がなんか爽やかで、結構お風呂の香りもすごくいい香りになるので好きなんですけど、こっちのねノーマルタイプすごく安かったんですよ。なのでなかなか買えないような安い値段だったので、今回はまとめて 1,2,3,6袋購入しました。でこちらはここに書いてあるように本当に必要な乾燥肌対策をってことで、本当に、ね、乾燥知らずだし、こう手に出した時にポンプもね、もともとこの入っていたものこれをね使ってるんですけど、ワンプッシュですごくたくさんの泡が出てくれるのでとっても気に入っています。でね、ケアセラベビーっていうものの販売もあるんですけども、低刺激性弱酸性ということで、今はね息子別のボディウォッシュ前は使ってたんですけど、最近は一緒のこちらをね使っています。で7つのね天然型セラミドとセラミドプラス、それから酸性低刺激ということで使いやすい商品かなと思います。ずっとリピートして今回も買いました。でこちらもリピート品、本当はいつもコストコで買ってるんですけど、コストコに行くタイミングがなく今回はドラッグストアで買いました。エミューズのフィニッシュ特大100回分の凝縮パワーキューブです。こんな感じに食洗機にポンと一つ入れるだけでとっても簡単なので、もう愛用しています。ガストマンの消臭シートです。これはね10枚セットのものを購入してストックとして買ってあります。これ1枚貼るだけでとっても便利ですし、シートがねしっかり粘着してくれるので、このシート自体が重たさのあるプラスチックのケースとかに入ってるものとかもねあると思うんですけど、ゴミ箱の開け閉めをした時に剥がれてこない、落ちてこないのがストレスなくて、ずっとこれをリピートしています。私ね楽天ルームで私の投稿を引用してくださった方とかを飛んでみたりとかもするんですけど、結構ねこれ気に入って使ってくださってる方も多くてすごく嬉しいです。とってもおすすめです。
除関係ストックです。バブルーンのトイレボール3つセットがあったので、こちらをね購入しました。トイレをね丸ごとゴシゴシせずに洗うことができるものなので、定期的にやっています。毎日掃除には使わないんですけど、まあ、1ヶ月に1回とか2ヶ月に1回ぐらいのペースで使うものになります。そして同じくこちらもバブルーンの洗面台の排水管の汚れを取るものですね。これもねもう何回リピートしたかわからないんですけど、定期的にやっている商品になります。まあ、定期的にやっているっていうのもあって、ここにあるように汚れがブワッと出てくる機会は最近はないんですけど、でこのね商品自体がすごい爽やかな石鹸な香りがして、やった後に洗面所周りの香りがすごく良くなるので、その匂いが嗅ぎたくて定期的にやりたくなっちゃうような商品です。それからこちら、これもドラッグストアで買ってきました。クリアクリーンのデンタルリンスで、ストックが切れたので買っておきました。はい、こちらもリピート品、ヒロインメイクのマスカラリムーバーです。これとね、あとなんだっけ、キャンメイクのやつを定期的に交互に使うんですけど、私はやっぱマスカラはこれで落とさないと、やっぱり目周りをこすらずに摩擦を少なくして落としたいので、絶対にこちらをね使ってマスカラは落とすようにしています。あとこれもドラッグストアで買いました、春カイロです。こんな感じで回路玄関に置いてます。あとこちら、息子が大好きな野菜ジュレを何個か買っておきました。こっちが緑の野菜で、こっちが赤い野菜と果物のやつかな、を何個か買っておきました。安かったので。ご飯がすごく好きで食べるんですけど、結構ねやっぱムラがあって食べない日とかもあって、お腹空いてるのかなって思う日もあるので、もう食べてくれるこれでいいやって思ってあげちゃう時もありますが、たくさんはあげないように、いつでもルールを作ってあげるようにしています。はい、こちらニベアのリップ、これはねリップが欲しくてドラッグストアで買いました。でこちらが SPF26 の PA2 プラスなのと、蜂蜜の香りでね、なんだかんだこれが一番潤うよねってこの間妹たちと話してて久々に買いました。はい、そしてこちら久々にねコスメを買ったのでご紹介します。こちらがアイムミミマルチキューブです。私が今回買ったのがこちらの03番のベイクドジンジャーと、こちらはもうすでに開けて使っています。でハローピーチですね。で元々このアイムミミのマルチキューブですね、こっちのハローピーチっていうカラーと似たような配色のパッケージがね変わったと思うね、古いタイプのものを使っていたんですよ。なんですが、実は先日もうずっとお気に入りで使ってたのに落としてしまって、ここのグリッターのところが多分少し柔らかいんですよ、感がラメが入っている。なんですがここがねもうぐっちゃぐちゃになってしまって、あーこれは使えないっていう感じなのと、他の部分も少しひびが入ってしまったので、ちょっとね使えなくなってしまったので新しいものを買い直しました。でここに4色のアイシャドウ入っているのと、この下にチークが入っているので持ち運びにめちゃくちゃ良くて大好きです。これはね視聴者さんがね教えてくださったコスメで、それから出会ったんですけど、とっても今でもお気に入りで、このカラーとこちらがベイクドジンジャー、かわいい、かわいくないですか。このねラメがすんごく綺麗なんですよ。わかるかな、伝わるといいな。このラメ感すごくね、ラメの質感が良くてとても綺麗なんですよね。このアイシャドウパレットに合わせた馴染みのいいチークが入っているので、これ一つでメイクを完成させるとすごくまとまりのある顔に仕上がるので、とっても気に入っています。小さいので旅行とか持ち運びにもおすすめです。大好きです。そして続いてこちら、先ほどねレブロンさんからコスメをいただきまして、届いたのでついでにご紹介させていただきます。まずはファンデーションより先にこっち行こう。これ私気になってたんですよ。すご
ごく嬉しい。こちらがじゃじゃん、エブロンブラッシュ&イルミネーターパレットです。お値段は1870円で、1つのパレットに3つのチークとハイライトが入っているという商品で、じゃじゃん、今1番を開けてみました。こんな感じ、かわいい。そして今回もこちらが日本企画の商品になっていて、先日私アイシャドウを紹介したんですけど、それと同じく日本企画らしいです。パッケージめっちゃかわいいです。そして02番、じゃーん、かわいい。こちら03番、キャラメルヌード、名前がめっちゃかわいいんですけど、かわいい。この角のカラー以外はハイライトではなくチークになっているので、まあ、ここをくるって混ぜてもいいし、ここ混ぜてもいいし、ここはねちょっとツヤ感のあるもんだから、こうくるくる混ぜてくってあげるといいみたいです。あ、こことここがハイライトみたいですね。この端がハイライトで、それ以外がチークになっているみたいです。こっちもそうですね、この端がハイライトで、この色はすごい結構ピンクがかったハイライトで、1番のメロピーチはイエベさんにぴったりそうなカラーです。ハイライトはねすごいこれが一番馴染みが良さそうですね。めっちゃ可愛い、パッケージもすごく可愛いです。そしてこちらのファンデーション、こちらのファンデーションがレブロンカラーステイロングウェアメイクアップです。こちら2つが乾燥肌用、こちら2つが普通肌混合肌用の商品になっています。まあこのね商品は言わずと知れたロングセラー商品で、とっても人気だと思います。私今回いただいたのがサンドベージュとバフっていう色味で、私はねバフを使ってたと思う、この105番のバフ。今回こちらがリニューアルされたということ で、中のスキンケア成分がバージョンアップして高配合になったみたいで、こちらの乾燥肌向けの商品はヒアルロン酸がたくさん配合されて保湿効果が上がっているみたいです。そしてこちらがビタミン E 配合で、日中でもメイクしながら肌トラブルをケアしてくれるみたいです。すごいいいですよね。どちらとも紫外線カット効果もありながらスキンケア効果がかなり上がったみたいです。でこれはね本当にね、ここにも書いてあるんですけど、落ちにくくて崩れにくいので、マスク生活まだまだ続く中、とってもこれはねいいんですよね。もう何回も今まで使ったことあるけど、改めて人気な商品だなと思います。